ダルクアンシエルさん、消費者庁から措置命令。昨年5月に東京ドームで行われたダルクアンシエルの結成30周年記念ライブ、そのチケットが販売時に表示された座席と実際が異なっていたなど問題があったとして、マネジメント会社とコンサート業務を統括していた会社、チケット販売元に対して消費者庁から景品表示法違反に基づく措置命令が出されました。アリーナ席と表示された SS 席が実際に準備できる席数の2倍以上販売され、一部の観客は料金が異なるはずのスタンド席を指定されたそうです。販売時にはグラウンド内に設置される席だったはずが、ライブ3日前に1階スタンド前方に変更された観客がいたわけです。約6600人分だった SS 席を約14400人分販売したことが原因で、 S 席と A 席も販売時の表示より後方になってしまいました。マネジメント会社は再発防止に全力で取り組むとしています。返金とかあったんか？これ知りたい。なかったよ。ダブル会員シート22,000円、 SS 席22,000円、 S 席16,500円、 A 席11,000円。今時のコンサートってそんな値段なのか。ワイは6500円の時代を知っている。20年前くらいは4000から5000円じゃなかった？これダブル席を多くしたから SS 席がスタンドになったの？見れば見るほどひどい。スタンド1列目は SS でもいいかもだけど、それ以降はちょっとないわ。 S もバルコニーまでだろ、2階までってないわ。スーパースタンド席。ビーズも今度のツアーでプレミアム席と公式クレカ会員専用 SS 席用意したからな。チケット金額もラルクやガクト、ヨシキより良心的とはいえ、やっぱどこも大変なんだな。ダブル会員シート分を計算してなかったのかな。この件は明らかにダメだけど、そもそもアリーナ後方よりスタンド前数列の方が断然いいと思う。バルコニーが当たりよな。こういうのって大体ほとんど SS 席で A 席なんて機材で隠れる一部席しかなかったりするよね。ひどいやり方だったなこれ。ライブ数日前だったしな。開催2日前ぐらいにサイレント告知されてなかった？そうそう。お知らせとか一切なしでホームページの座席表だけしれっと更新されてたのを有志が見つけて、そっからみんながブチ切れ出したら慌てて謝罪文出した。消費者庁に怒られるロックバンド。座席レイアウトは予告なく変更になる可能性があるという忠告をしてたので問題なし。そういう注意書きはあったけど、あまりにもひどい座席レイアウトの変更だったから措置命令が出されてしまった。わろた。スペースインベーダー思い出した。いや、ラルク本人に罪ないだろ。所属事務所も措置命令だから聞き取り調査もするわけだし、ラルクは了解したと捉えられたってことよな。そうなの？メンバーは客席のことなんて知らん気がするけどな。これよりはマシかな。これは問題ないだろ。行くやつが余分なだけ。これは草。虚しいだけやん。パブリックビューイングかな。こういうのって主催協賛に来てがあるとか、ファンクラブに入っててそっちから取るかとかしないと、一般からなんてろくな席が取れないよな。両席、マシな席は、人気の興行ほど全社で最初から埋まってるから。ファン席はでかいよな。まあメンバーも確実なファン構えだとやりやすいよな。これちょっと前にツイッターとかで大騒ぎになってたやつだよね。消費者庁から措置命令まで出るとは大事になったな。あったな。すっかり忘れとったわ。アマプラで30周年ライブも配信されてるけど、ライブ本編より裏側の方が面白い。リハも含めてメンバー間で一切会話なし。スタッフを通して会話してて爆笑。スタッフも面白がってその現状をみんなにインタビューしてるのラボタ。この騒動でもうラルクの活動が事実上休止になったな。ハイドが違うバンドで生き生きしてるのがわかる。極端な話、最初から全部 SS 席と言っていたら問題はなかったのですが、どのような経緯でこうなったのかは明らかにされていません。チケットが完売していたら変更はできないでしょうから、 A 席が売れ残っていて SS 席の需要が多かったために数千人分を A 席側にずらしたということなのかもしれません。 SS 席と S 席の差額は5500円。一昔前はこの金額でアリーナ買えたような。このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。